だから人類っていうのは自然破壊するために生まれてきたのではなくて、祝福するために生まれてきたんだって言ったんですよね。その一番の祝福を日常からやっていた人たちは、あなたたち今いらっしゃる日本人の祖先の皆さんだったんだよ。ということで今日はですね、こちらの本が今大ブレイク中の正元さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここレイブリッジ、伊勢神宮と出雲大社の千年結んだちょうど中間地点なんです。さらに言えば北海道のアイヌと沖縄、はい、それを直線で結んだちょうど中間地点ということで、そんな場所、レイラインとレイラインが結びつくところっていうのはポイントだから1点しかありませんということで、この場所がその場所なんです。すごいじゃないですか。すごい場所なんですよ。でこれ日本最大級のピラミッドハウス、すごい。草野の御事の前方後円宮がそこにあるっていうことを、1年前か村の長老が出てきてくださって、村の秘密を教えてやろうって言って、うわーすごい、そこに草野の前方後円宮があるんじゃないですか。それってなんかネットで出てたりするんですか。いやー出てないです。村の人もこうやってたの。ということで今日はレイビレッジにですね、正元さんをお迎えしました。文殊村村長のおじいちゃんがなぜか縄文時代の日本人とコンタクトをしていた、1万5000年前に存在したという縄文の人と時を隔てた文通があったと、はい、そうですね。夢の中で不思議すぎますよね。言ってます。村長のおじいちゃんのおじいちゃんも日本人から教えてもらってるんですよ。代々、ね、2つ飛ばしてくるんですって、シャーマン気質。ああそうだね、はいはい、DNA がね覚醒遺伝だからね、どうしても。ああそうなんですね。村長はシャーマンじゃなくて、村長のお父さんもそうじゃなくて、村長のおじいちゃんはシャーマンで、村長の息子もシャーマンです。 DNA って36度ずつ回転するんですよ、なので360度で1回転するんですけども、はい、それって要するに10回でヌクレオシドっていうのが10個あった時に1回転が終わるんですが、それってまあ音楽的に言うと5拍子なんですね、はい、全部素数じゃないといけないから10は意味ないんだけども、だから人間って5拍子で成長していくんです、人間の成長の根幹っていうのは DNA のヌクレオシドがこう上がっていく感じなので、それが5拍子でこういくんですけども、でその中で必ず覚醒で遺伝するっていう法則があって、子にはいかないんだけど孫の頃にちょうど出てくるっていうのがあって、だから多分その文殊村のおじいちゃん、おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんとかって、不思議な話でもいい、不思議な話好きな同好会が今日、世界中から世界中からわさわさと来てますね。これ10年前に言われたこと言っていいですか、はい、2025年の7月の5日までに日本人の記憶を取り戻してほしいっていうことを言われたんですね。村長がこれおじいちゃんから聞いたのが、日本人がとても重要だって言うんですよね。もうこれからの世界がいい未来に行けるかどうなるのかの鍵だっていうふうに言われまして、っていうのは何かというと、今の日本にいらっしゃる方の血液の中の DNA に一番深く刻み込まれてる記憶って何やと思うって言われたんですよ。何なんですかって聞いたら、それは愛され続けた記憶っていうんですよね。で1万年から1万5000年もの間、日本人はあなたたちの祖先の方は生きとし生けるもの、自然、そして人も含めて存在を全てを慈しみ愛し続けていたから、生きとし生ける全ての自然とか存在たちから愛され続けていた人たちっていうふうに言われたんですね。つまり日本人の、今の日本にいらっしゃる方もそうですけど、 DNA の中に深く刻み込まれている記憶っていうのは愛され続けた記憶らしいんですよ。で村長ね、5ヶ月前に亡くなったんですよ。で村長がその言葉を言ってくれた情景を思い浮かべながら、で僕ね、その辰木亮さん のことを知ったのって1ヶ月ぐらい前なんですよね。最近1ヶ月、最近で村長と会ったのが2014年だから、はい、そのところは知らない頃に、知らない頃に言われて、その日付はじゃメモしてたの。一応メモしてました。2025年7月5日で、僕はパクられたと思ってます。辰木優さんね、もうそうなんじゃない。でも、ね、それ言ったらダメだからあれあれですけどね、僕の知り合いの鍼灸院さんが友達で、あそうですか、パクったんだと思いましただからその今でこれを言うと、辰木亮さんのパクったのって言われるんですけど、いや僕はもう証拠はなくてあれなんですけど、まあ、2014年に僕はそれを言われています。辰木亮さんでしたらもっと後に言われてるのかな、ちょっとそこも分かってない。俺も辰木亮さんの情報がなくてごめんね。まあじゃあ2025年7月5日はもうとてもいいことが起こるってことにしましょう、まあ、あんまり深くねそういう話したらどういう日なのかって話ですか。あそうだ、それ以外どういう日かというと、はい、日本に住んでいる皆さんが愛され続けていたっていう記憶が一気に蘇ってくる日って言ってます。おーいい日じゃないですか。じゃあなんだそれ、もうめっちゃ宣伝した方がいいですよ。なんだそうだ、なんかみんな地震が起こって雷が起こって、なんだ火事だ親父だバカだみたいな違うんだ、なんだ日本人が愛され続けてきたこの1万5000年間、他の民族では絶対にありえない、アングルサクソンでもありえない記憶が一気に蘇ってくるってこと。
僕が知ってる記憶の蘇らせ方は、はい、正元さんの DNA っていうのは今も体の中にあるじゃないですか、はい、37兆個の細胞の中に必ずあるんですよ、誰でもね。それは同じ配列でお父さんにもおじいちゃんにもあったわけです、うん、同じ配列 で、うん、で同じ配列ってことは分子量モルがちょっと変な話、分子量のモルが大体一緒なんで、外からの外部の音波振動で大体同じような音で揺れるんですね。おで、それを揺らす一番いい方法が、お父さんのお名前を呼んだら、お父さんの頃の DNA が一番音波振動を受けたのって名前なんです。へで、おじいちゃんが一番音波振動を外部から受けたのはおじいちゃんの名前なんですね。僕だから A 賞 A 賞 A 元 A 法A 前 A 期って全部言えるんですけども、言ってったらその A 期とかって言った時に、 A 期って僕が自分の声でやると、自分の体の中の全ての DNA の中に A 期の時代一番震えていた DNA が震えて、 DNA ってジャンク DNA が多くて、どうやって新しくピコーンって発現するかってあんま分かってなくて、で最新の研究ではお父さんがめちゃくちゃ試験勉強を頑張った時に、こう子作り、ちょっといやらしい子作りをして生まれた子供って IQ 高いって分かってるんですよ。その時お父さんは何したかってぐらいで DNA の配列って変わるっていうことは、この音波で一番受けてた頃のをやったらその時の能力が発現するっていうのがあって、なので先祖の名前を呼んであげるっていうのは単純に自分の体の中の DNA を震わせて、その頃使っていた能力だとかそういったものを震わせるっていうことを僕ずっと伝えてるので、だから1万5000年前のそれをじゃあ一気に思い出して DNA が愛されてたってなればいいって。自分をめでるっていうことがすごく大切で、日常の当たり前の動作とか所作っていうのをとことんまでめでて、でその時に自分をの肌を自分で撫でるっていうことが大切って言っていたのと、あと呼び起こすために必要なのがこの日本語の言語っていうふうに言ってるんですよね。僕はこの村に入ってから、この村人たちは僕が入ったことで新たな時間を得るわけですよ。日本語を聞き続けるという時間です。今日あった出来事を僕がずっと話していたんですけど、例えば僕関西人なんで、あんなとかって言ったら、そのなのあのあのもう一回ずっと言いつけてって言うんですよね。あいうえおにめちゃくちゃ反応するんですよ。すごく癒されるってみんなが言うんですね。これは俺らも生き物の中にいるから、人として、これは生きとし生ける全ての者たちを、存在たちを癒す言語っていうふうに言われたんですよ。なので自分のことをめでながら、肌をなでながら、日本語で自分の言葉を、自分に優しい言葉をかけて自分の耳で聞くっていうのが一番の癒しになって、愛され続けた記憶が一番戻りやすいっていうことを言われたんですね。オキシトシン出るからね、なでたらね。ああそうしながら自分のことをめでた、うん、みんな撫でてますね今。あ、いいですね。無駄なあがきだと俺は思ういつもが、まあ、頑張ってるねとか分かんですけど、普段のね所作とかも、あ、なんて可愛いってなんだろうっていうのを心で思ってるだけじゃなくて、言葉に出して自分の耳で聞くっていうのが一番大切だったんですよ。今日僕たち実はリトリートを終えたばっかりで、はい、マインドフルネスの、美穂さんという方が来てくださって、はい、講師したけども、やっぱり所作一つ一つに私がそれをやっているって、まあ、日本の昔からの武道もそうだし、はい、一個一個の所作を大事にしましょうってことを今日なんか習ってきたばっかり で、僕今山登りしてきて、はい、スサノオの山に、裸足で行ってきたので、はい、さっきなんか左足からの感触っていうのがすごい分かって、はい、うん、みんななんか靴履いて登ってたんですけども、はい、チキン野郎ばっかり僕は裸足で登って降りてきたので、やっぱりこれ一歩一歩がもう感じるしかなくて、だってここが痛かったらすぐ次の足行かないといけないんで、はい、そういう一個一個の自分が今ここにあるってことをじゃあ、そうですね、常にリアライズしながら、そうですね、そこに存在しているということを確かめながら生きていく必要があると、ここら辺から自分を見てるような客観視しながら、そうですね、そうすると日本人がみんな一気にわって目覚める、目覚め、あ、それまでもう目覚めさせ続けるんだ、2025年7月5日まで。そうだからね、これはね、言わない方がいいか、意気込もうそれ聞いて言わない方がいい、そうしようって言うと思う絶対いないし、そんなやつ絶対言ってほしいです。そんな目覚めさせるための天才とかが、はい、要は地震とかが来てるっていうことなんです。あ、なるほどね、うん、じゃあ聞かなかったことにしようまあでもその時をタイミングにして日本人が愛され続けた記憶がちゃんと広がっていくっていう、そうですね、言葉が確かにそれは何も優生思想でもないし先民思想でもないし、はい、自分たちだけが特別って言ってるわけじゃなくて、そうです、ね、客観的な事実として、はい、大陸で育った人たちはもう常に戦争してましたから、はい、で縄文時代っていうのが人類史の中で多分一番平和だったのは間違いなくて、はい、昨日もアキラさんって方ここでライブしてたけども、はい、縄文の遺跡からは今でも武器が見つかってないと、うん、そんな遺跡はもう縄文だけだって言ってたから、はい、そうなんでしょうね、きっと、うん、だからその不思議な話で火炎型時の意味とかもね、いろいろ教えてくれたり、村長のおじいちゃんのおじいちゃんが残していた絵っていうのがあるんですよ。木の板に石とかで削ったり、
あって、それが火炎型土器のまんまなんです ですけどね。この文殊村っていうのは、当時の縄文の方の暮らしぶりをそのまま再現していってて、例えば雨が降っていない時だと、外に出ると女性の井戸端会議のトーキングサークルの輪っかが最低3つぐらいあるんですね。どういう時に使わせていただくかというと、よそに出稼ぎに行ってる男性の方もいて、何かその仕事で嫌なことがあったのか、イライラして腹立って帰ってきたと。そしたら村長が近づいてきて、こう言うんですよね。何も言わなくていいから、その女性の井戸端会議の輪っかの中に入って、女性の声を聞いて癒されたら家に帰るって言ってるんですよ。素敵。つまり女性の声そのものは癒しのそのものだったっていうことを言うんですよね。分かるかも。そこから証言、ここの井戸端会議の輪っかはスワヒリ語やろって、タンザニアスワヒリ語なんで。でも俺が思うには、虫の音がメロディーとして聞こえる、会話として聞こえる、日本人女性の井戸端会議の輪っかが一番すごい癒しの効果があるはず。だから俺もその輪っかの中に入りたいってずっと言ってたんですけど。村長が、はい、村長が、70歳の村長が、はい、だから保育園の外に行けばいつでもあるもんね、あんなの日本の。あ、そう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 、ママ友達が、こうやってセレブたちが、そうそうそう、セレブが。だからそのよく日本の男性はね、それ話して何が生まれるねみたいなね、ことを言ってられる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そもそもそういう問題じゃなくて、癒しそのものだったっていうんですね。その波動がね、その会話が、それを象徴しているのが火炎型土器なんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、火炎型土器ってどういう意味合いかというと、女性の入り口がありますね、土器の口の開いてるところで、それは、女性の発言とか存在を表していて、それを炎として男性とか他の存在が守っていたっていうんですよ。だからそのいつの時代も女性が大切にされる時代っていうのは、全てのことがうまくいくっていうのの現れ、後世に残すためのものとして火炎型土器を作っていたんだよって言うんです。本当か分かんないですけどね。今まあ僕は証言さんがなんで人気になるかが分かりましたね。ここまで女性を褒めちぎったらね、もう世の女性全員もうえってなるね。女性としてただ井戸端会議してるだけでいい、もう十分、男どもはもう横でそれを守ってればいい、それが癒しそのもので、それが世界を救う、地球を救う。そうですね。で、特に日本人女性の声の響きは格別だっていうことを言っていて、これはやっぱりご先祖様が愛おしいけすべてのものを愛し続けてくれていたから、生きとし生けるすべてから愛され続けてきたっていう、そこで育んだ言語が日本語だから、事実としてそういうのがあるから、もう癒されるに決まってるよねっていう感じ、ね、確かに。そう、もうそう聞いたらそうだね。村長からも言われました。証言が日本人女性だったらなっていうふうに何回か言われたんですじゃあ井戸端会議次から見たら真ん中に入ってって言ってたね。入ってそれを、そうですね、そうです、あれ浴びれば、はい、あの人、このレイビレッジの野田総支配人なんですけども、はい、もう常にレイビレッジの女性たちに囲まれて、すばらしい、野田支配人はすごくもう癒されていると思います。そうですか。あ、あれダメですね。文殊村の村長はあなたになりたくてたまらないんですよ今、天国で。ちょっと僕も女性の話いいですか。お願いします。なんかそんだけ女性の株上げたから、はい、僕も女性の話お願いします。はい、それいやらしい話だけどそもそも宇宙には女性しか存在していないんですね。有性生殖と無性生殖ってあって、最初生物っていうのは無性生殖だったんです。無性生殖っていうのはセックスしない、親がそのまんま、そのまんま増えるんですよ、まあ、言うなればコピー、はい、なので自分というものを生かし続けたのが無性生殖の歴史なんですね。でただ自分を生かし続けてやりすぎたせいで何が起こったかっていうと、地球に酸素が濃くなりすぎたんですね。まあ、シアノバクテリアってやつなんですけども、こいつらもう自分をただただコピーしていって酸素を作り続けて、やべえ酸素で苦しいって死にかけたんですよ。その時にお互いに集まり合おうっていうことで、初めて単細胞生物が多細胞生物ってことで生物が初めて集まったんですけども、そこから2つの親から遺伝子を1個ずつもらってっていうことで、まあ、セックス、有性生殖の方向に行ったんですけども、そもそも最初は女性しかいなかった。まあ、異常的にオスという性別ができて、さらに言えば今でも妊娠してから最初ずっと赤ちゃんは全部女なんですよ。ある時23番目の遺伝子が欠損した、もう欠損児ですよ。欠損児たちがこの男性っていうやつで、しかも男性も今この Y 染色体が最後短くなっていて、消えるのがあと3000年後っていうのが計算で分かっていて、男性ってこの宇宙にほんの一時だけ生まれて、そして消えていく儚い存在なんですね。で、女性って多分何でもできたと思うんですよ。邪馬台国にしろ、昔にしろ。ただ女性と男性で、これ僕が気づいた理論ですけども、はい、僕結構今まで勝ち続けてきた人生で、その中で結婚しました。結婚して、まず嫁がおえおえ入ってる時に、
一生懸命夢のゲロをこう受け止めるぐらいしかできないなとか、うん、で出産してウィーってなってる時に手握るぐらいしかできねえなとか、うん、で生まれたら生まれたで俺おっぱい出ねえなとか、うん、でもうちょっと大きくなってもまあまあがいいってことで俺すごい役目ないなと思ったんですよ、うん、冷静に考えてやっぱオスって役目本当にないんですよ、うん、でここから僕の仮説ですけども、はい、男がある時いじけたと思うんですよ。こんなに役目ないなんて、だって本当にないから。女どもはすごい役に立ってて月のリズムも感じて、うん、でも俺たちどうすりゃいいんだってことで男がマンモスを襲ったと思ってるんですよ。マンモスってあんな襲う必要ないし、はい、よくよく見たら分かって、めちゃくちゃ目とか怖いんですよあれ、うん、でっかくて、うん、であれを襲ったの氷河期だからとか今の人類史言ってるけど、全然そんなことなくて、多分いじけた男が俺だってできるんだぜ行くぞ俺っつって、みんなで集団でマンモスを襲ったと僕は思っていて。あ、なるほど。でピラミッドとかもなんかみんなで一生懸命こう石積んでるじゃないですか、あんなのも積む必要あったんかって思うんですよ、あんなでっかい。あれも結局力という面において男が俺も役に立つぞってことを主張したくて。なるほど。でそれで権威社会っていうのが生まれたと思うんですよ、うん、本来は女の方が優位っていうのはもう明らかで、さらに僕上場一部の企業にいたんですけども、はい、採用担当者会議みたいなのに行ったことあって、うん、そこで出たのがもしも試験だけで採用したら全員女になってしまうってこと聞いたんですよ、だけど女は産休とかお金払わないといけないじゃん、だから男をちょうど割合よく取ってるんだよって聞いて、これ一部上場の人たちの採用担当者会議で聞いたから多分間違いないと思うんだけど、結局能力はやっぱ女性の方が高いんですよね。うん、能力ってこういう能力もそうだし、実際産んだりとか育てたりとかも全然できないじゃないですか。だから多分いじけた男が今権力社会っていうことで暴力だとか力というものを使って社会を今いびつにしてると思うんですよ。本来の形に戻すと多分男も結構楽な気がして、はい、要するにいじけてないで、うん、別にもうだってもう認めればいいんですよ。だってできないんだから、男にできないことを女たちは全部できる、うん、で逆に男にしかできないこと一個もないと思うんですよ本気で。一個でも言えます、男にしかできないこと。俺絶対ないと思う。ある人、はい、じゃあマダム、男にしかできないこと。ないんですよ。で、だからやっぱりそれが女性を守ることじゃないかなってことで、今の会員時のように、うん、やっぱり女性をただただ幸せでいてください、女性って願うぐらいしかできなくて。そうですね。それがだから日本人として本来ずっと続いてきているので。そうです。はい。雲中村の、じゃあ村長、本当に縄文時代の日本人と何か文通してたんですか？僕はそうだと思うんですよね。村長が5ヶ月前に亡くなりまして、で7ヶ月前に最後の電話をしてるんですよ。村から連絡があって、いよいよちょっと危ないと、もう80ぐらいだったんで、一回村長に会いに村に帰るわって言ったら、じゃあ俺に会いに来る時間があるんやったら一人でも多くの日本人に話せって言う人だったんで、なんかその会うことを望んでなかったし、彼はこうやって今皆さんにね聞いていただいてることを望んでいたので、今も村長も来てくれてると思ってますし、なんか質問俺にあるかって言ってきたんで、僕はねちょっと一つだけ質問したんですよ。それは、人類っていうのは自然破壊とか環境汚染をしてしまうのに、なぜこのように生かされているんですかって聞いたんですね、うん、そしたら村長が、一つだけお役割があるからだよって言ったんですよ。それは何ですかって聞いたら、祝福する役割やって言うんですよね。祝福する役割、どんなにお花が綺麗でも、夕焼けが美しくても、あの夜空が綺麗でも、満月が綺麗でも、可愛いね、綺麗だね、美しいねって言ってあげる役割の人がいないと、そのものの存在たちは浮かばれないでしょ。だから人類っていうのは自然破壊するために生まれてきたのではなくて、祝福するために生まれてきたんだって言ったんですよね。その一番の祝福を日常からやっていた人たちは、あなたたち今いらっしゃる日本人の祖先の皆さんだったんだよ。だから虫の音が心地よくメロディーとして聞こえるじゃない。それはあなたたち日本にいらっしゃる皆さんのご先祖さんが、生きとし生ける全ての者たちを慈しみ、祝福の言葉をかけてくれたおかげで、今ギフトとしてあなたたちは虫の音が聞こえるようになっているんだよってことなんです。だからご先祖様のことをもっと思う必要があるし、どういう生活暮らしぶり、そして何を大切にして生きてきたのかっていうのをもっと理解する必要があるってことを言われました。じゃあ祝福セレブレーションすればいいですか、はい、ああこんなに夕日が綺麗だと。そうですね、あ声に出して、あ声に出して、声に出すってことがすごく大切。夕日が綺麗だって。そうですね、すごい昭和の映画のように、うん、そうですね。そしたらその放たれた日本語っていうのは癒しそのものだから、自然をずっと癒し続けてくれた、それが日本人が持っていた特殊能力だっていうんですよ。
やっぱ会話がもう全てが素敵でしたね。全部日本人を褒めて、日本人の女性を褒めて、日本人でよかったってこんなに 思わせれる力、言霊の強さ、そしてそれをアフリカの人が言ってるというのがね、うん、そうですね。でも村長は、ね、何回も言ってくれたのは、これは海外の人と日本人を比べてるわけじゃないよ、ね、相対的なものじゃないね、比較じゃないよね、はい、これは事実を言ってるっていうふうに言ってきたので、うん、僕も沖縄に生まれていて、はい、沖縄が素晴らしいって沖縄の自分の言葉で言いづらいんですよ、沖縄人だから、うん、でも違う人が言ってるのをフューチャーしながら、ほらこの人がこう言ってるよって僕も言うようにしてるので、文殊、はい、村の村長の役割がすごい今わかります、僕は。本人だと言えないと思うからね、うん、ということで今沖縄が出たので、はい、ちょっと沖縄の話いいですか。お願いします。はい、それでは続きは三尾さんのチャンネルでご覧ください。10月の21日に翡翠小太郎さんと僕が出す本、今日誰のために生きるっていう本が出ます。皆さんは誰のために生きてますか？アフリカのタンザニアのブンジュっていう村に僕は住んでいて、村長から教わった本来の日本人の素晴らしさをギュッと詰めた素晴らしい本になってますので、ぜひ皆さん買ってください。